だけの話です。はあはあ、それもみんな見抜かれてたってことですよね。まあそうですね。うん、でね、思い出せるのはですね、今月の初めだったと思うんですけど、まだ市長選の告示前ですね、告示前の時に名古屋に行って凱旋したじゃないですか。でね、その引き継ぎ式やった時だったかなんか忘れましたけど、その時だったと思うな。なんか私ね、今度の、まあ、市長選というのは、広沢一郎対広沢一郎か、さもなければ増税か、まあ、この二択ですよというふうに言ったら、広沢さん自身も、あ、それいいですねとか言ってたんですけど、その後ね、私結構文句言われたんですよ。相手陣営増税するとか言ってないぞと、お前いい加減なこと言うんじゃないって、いやいや、だって減税するって言ってないじゃんと。この減税を、河村さんのやった減税を引き継がないってことは、名古屋市民にとってみたら増税になるわけですよと。だからね、何か間違ったこと言ってましたかっていう話なんですけど、で、それで、広沢減税対その大塚増税みたいなのが結構そのネット上でバン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 拡散されて、で、これをデマだったと言ってるんですね、大塚さんは。でもじゃない。デマじゃないよねとかね。あと、その移民の問題ですね。昔々に大塚さんが移民10001000万って万い人う計画。のに加担してましたねって、それは事実じゃないですか。事実です。で、あれはね、あれも週刊誌が勝手に書かれてるって、嘘つけ。あれは雑誌がね、ほら、週刊誌抗議しろやん。雑誌がキャッチーなタイトルつけただけなんだと。違う違う。そういうふうにね、やっぱ人のせいにしちゃいけないんですよね。人のせいにするんじゃなくて、あの時はこういう経緯だったんですよと、もっとちゃんと説明すればいいと思うんだけいやいど。や、大塚さん、そんなこと言うんだったらね、私は、減税路線をそのまま走りますって言えばよかった。減免しなかったよ、あんた。最後まで減免しなかった。で、自分の給料があって、あげませんとは言わなかった、一言も。そうなのよ。でね、3人のね、討論会みたいなの見たんです。広沢さんと大塚さんと、それから緒方恵子さんっていうね、共産党が推薦してた緑の党の人。緒方恵子さんはね、言ってることは私は全然間違ってると思うけれども、でも広沢さんの減税路線、つまり河村減税路線に対しても真っ向からノーなんですよね。で、自分はそれをやりませんというふうに言ってて、その理由も述べてました。で、それは間違ってんだけど、間違ってんだけど、これは、これで主張としては立ってんですよ。その間にいて、大塚さんは何をどう見てるのか全くわからないという話ね。で、それで、昨日ね、実はある名古屋の人がやっぱり電話くれてね、まあ、広沢新市長、本当に期待してるし、頑張ってもらいたい、名古屋市民として本当になんか嬉しく思うと言ってくれてたんですけど、その人曰くね、いや、大塚さんはね、もうね、日銀出身丸出しだったと。もうなんか言ってることがものすごい役人的っていうかね、そんな感じで、市民としても実際ね、やっぱり演説を生で聞きに行ったりしたんですって。まあ、その方はすごく政治にも熱心だから、全然何が言いたいのか分からなかったって言ってんですまあよ何ね。が言いたいのか分からなかったら、川村さんも何 そ何言って、川村さん何言いたいの、何を言うてるのか分からないってことですれはそうよね。ちょっとニュアンスが違いますけど。だからやっぱりだんだん時代が変わってきてね、そのなんだか分かんないけど、組織が言うからって投票するっていうんじゃなくって、やっぱり自分自身できちんとその人が何をやりたいのか、何を主張してるのかっていうのを見て聞いて判断しようと。こういう時代にだんだんなってきたなって、いいことだなと思いますけどそうとも言い切れないんですけど、実は。というのは、今回の市長選でも、僕は今、兵庫県知事選とね、まあ、ちょっと比べて、大きな違いがあるのは、名古屋市長選、投票率はあんまり高くなかったんです全よ。然40%ですから。兵庫県知事選は割合高かったでしょ。これは、ね、ちょっとした違いなんですよ。そうですね。ですから、有本さんが今おっしゃったようにね、そういうその市民一人一人が自分の意思で、考え、頭で考えているというようなんですけど、そうするとね、もう少し投票率上がってもいいんですけどね。だから、ちょっと投票率が低かったのは、僕はちょっとはっきり言って不満ですね。そうなんです。兵庫県知事選は今まで投票に行かなかった人がどう見ても投票に行ったんですよね。で、しかも若年層がみんな斎藤さんに入れた。今回は40%ですから、前回の市長選よりもさらに低いんですよね。で、あれだけ組織票を持ってる人たちの組織が動かなかった。で、これはね、多分組織票とは違うんですけど、やっぱたかし票があるんですね。河村票っていうのがあるんですね。あと僕はね、これ、有本さんには一回言う、個人的に言うてましたけど、番組で言うのは初めてなんですが、今回、組織票があんまり動かなかったというのはね、これ、有本さんに言いましたよね、
組織票、つまり組織票の支える人たちが選挙に行かなかったんです。ああ、はいはい。うん、つまり ね、あの、まあ、全体として、行った人は、行った人は、うん、川村さんの方が多かったんですけど、うん、実は組織としてね、今回うちの組合は、あるいはうちの団体は大塚をやるね、うん、だから大塚入れろよ言った時にね、うん、あの、いや俺はやっぱり、川村さんやでと思って、広沢さんやでと思って広沢さんに入れた人がいます、うん、でそっちの方が多かったんですけど、うん、中にはね、いやもう今回広沢さんに入れたいけど、まあ、組織 に反対するのもあれやから、じゃあもう棄権しとくわ言うて、結局その選挙にも結局行かなかったと、つまりあの公然と組織に反旗を翻すのは嫌やけど、まあ、大塚さんにも入れたくないということで、うん、結局棄権した人が相当おった、それが、うん、投票率の低さにつながったんちゃうかなと、これは私の見方ですよ。なるほどね、はい、うん、つまり、うんうんうん、これもだから消極的な、あの、反対ですよね。まあ、消極的あの反旗ですね。広沢さんに入れるというのはもう、ま、真っ向からあの組織反対してますけど、ね、うん、まあ、そこまでしたくないけど、うんうん、でも組織の言う通りに大塚さんも入れたくないから、うんうん、まあ、今回はもう選挙見送ろうと思って、これで、前回より減ったじゃないかな、うんうんうん、というのは僕の考え方です。はい、見方ですね。わかりました。うん、まあ、ということでですね、この自民党さんはあれなんですよね、小泉進次郎さんから木原誠二さんに選対委員長変わったんですね、うん、なるほど。さて、ということで、まあ、別名中北さんとも言いますけどね、3番がですね、うん、3番のニュース、まあ、これ兵庫県知事選でも、もう一言言いましょうか、はい、ね、木原誠二さんね、何ですかね、一歩及ばない、いや一歩ちゃいますよ、はい、あんたの一歩どれだけ長い十何万秒も空いてるのに一歩も何もないでしょって、はいはい、ってあ、それもう一言言わせてください、はいはい、広沢さんがね、昨日初登庁して、うん、まあ、役所の人たちにこう拍手で迎えられて、うん、その後あの議会にも挨拶に行ってたわけですよ、はいはい、議会の各会派に、はいはい、自民党の市議の人ってすごいなんか態度がそんな感じでしたね。あ、そうなの、見てないね。あ、そう、うん、びっくりしました。へ、あのまだ他の会派の人の方が全然普通っていうかですね、うんうん、まあ、公明党とか共産党とかねの人の方がまだ普通にこう対応してる感じで、うん、なんかね、自民党の人たちなんでそこまで偉そうなんですか。なるほどね。いや今回あれですね、兵庫県の問題も出たけど、うん、結局地方議員の連中ってもうろくなやつがいないっていうのはだんだんこうバレてきましたね。いやだからね、私こういう人たちと広沢さんこれから対峙しなきゃいけないんだというのでね、本当に地方議員って何もしてないくせにね、はい、偉そうな態度だけは取るんですよね。で、広沢さんとね、昨日の夜ちょっとやり取りしたんですけど、うん、一応日本放送事務局次長はですね、うん、広沢さんお辞めになると。嘘やん。それで広沢さん同時に名古屋支部長でもあるんですけど、はい、名古屋支部長はそのままと。事務局次長やってくれや。いや言うね、はい、ご希望でございます。ちょっともう広沢さんに電話しようか。ちょっとやめ、事務局次長はだって現実にできないから。できるできは関係ないやろ。できるできは関係ない。やっぱりね、僕は言いたい、日本保守党は事務次長は名古屋市長やってるからね。ちょっとそれだから、ね、昨日も車の中で大笑いだったんですけどね、うんうん、今までね、これすごい内輪話なんですけど、今までね、過去に例えば警察に出した書類とかで広沢さんの名前で出したりしたものあるんですよね、うん、これもう一回広沢さんの名前で出したらどうだろうかって言ってたんです。そりゃそうだ、楽やん、当たり前やん。じゃあ、ね、広沢一郎、うちの事務次長ですよねっていう名前で出して、はい、広沢一郎、名古屋市長ですかみたいな感じになってもいけないのでですね、で広沢さんのまあご希望もあってですね、一応その事務局次長はもうできない、現実にできないから、まあ、これはちょっとその辞めさせていただいて、で名古屋支部長はまあそのままということでございますけれども、代表よろしいですね、うん、いやいや、なんか事務長、事務次長置いといてもらいたいな。で、まあ、梅原さんを事務次長代理にしといていいね。いや、そんなことはないんですけど、梅原さんでですね、これからちょっと新しいお役目ありますので、まあ、さらに川村さんを事務次長そんな
わけにいかない。それダメ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 。それね、百田さんをね、あの事務員にするのと同じぐらいダメですから。本当にそれはダメです。大丈夫や。あの実質的にはあの事務次長代理海原さん。海原さんが全部やるんですか。ひどい話。であの皆さんですね、これちょっとね安心していただきたいんですけどね、あの百田さんね、昨日この番組中に警察からも電話があって、うん、まあ、中身は言わなくていいんですけど、はい、ちょっと不穏当な、まあ、百田さんに対するね、なんとか予告、まあそんなにしょっちゅうありまねえよ、もう10年前からありまねえ、ちょっと待って、しょっちゅうありまねえって言いますけど、うんうん、まず一つは立場変わっちゃったということ、うん、まあ、国政政党の党首ですから、それプラスちょっと昨日のは若干手が込んでて厄介ですよね。うん、まあまあまあ言わなくて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 言うてもいいや、言わなくて言わなくて、やめなさい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 、はい。で、まあ、別にいいと思います。そういう状況なので昨日ね、うん、私たちはあの百田代表がですね、東京に来たらちゃんと百田代表に人をつけるという手配をいたしましたので、ご心配いただいて、ね、すごい問い合わせいっぱいいただいたんですよ。百田さん、今まで百田さんに殺害予告とかあっても、うん、そんなこと多分なかったんですけど、やっぱり国際政党の代表になったからと思うんですけどね、あのメディアの方からも問い合わせいただきました、うん、百田さんからの、百田さんへの、その殺害予告みたいなものについて、うん、まあ、情報を開示してもらえませんかと、あの詳しく説明していただけませんかっていうので、これはちょっと待ってくださいと、そのことについてつまびらかにアナウンスするかどうかはちょっとこの後決めますからということで、であまり詳細には事の次第は明かさないんですけれども、でも私たちもね、一応この国政政党のスタッフとしてですね、百田さんに、まあ、ちゃんとこう人をつけるということにいたしましたので、で本人だけが嫌がってると、そんな大げさなやめてくれとか言ったらすごい言ってますけどね、まあ、皆さんいろいろたくさんお声いただきましたけれども、そういうことでございます。当面そのように対処いたしますので、よろしくご理解ください。まあね、これね、一部 YouTuber がね、僕への憎悪を一生懸命煽るようなことを毎日やっとるんでね、まあそういうのに、まあこれもしかしたらそういうやつを、まあ一種、まあ教唆とは言わんけど、まあそういうのを、まあどっか狙ってるのかもしれませんけどね、はい、うん、はい、そうですね、一応 YouTuber が、ね、何人かいますけど、はい、まあ、ということでですね、さてちょっと3番のニュースもね、選挙関連ということなんですけれども、これも取り扱いたいと思います。3番 PR 会社に70万円支払い、斉藤元彦知事公選法違反を否定というニュースです。これも FNN か、 FNN によりますと、兵庫県知事選挙で再選した斉藤元彦知事の選挙運動について、兵庫県の PR 会社社長が広報全般を任されたなどと SNS に投稿して、公職選挙法違反ではないかとの指摘が出ていることについて、斉藤知事は25日午後、会社側に70万円ほど支払ったと明らかにしつつも、公職選挙法に反するような事実はないと述べました。 PR 会社への依頼内容については、ポスターの制作などを依頼した事実はありますと話し、報酬については制作費として70万円ほどお支払いしていますと話しました。 PR 会社の人物が選挙期間中に演説する斉藤知事のすぐそばから SNS に発信していたことについては、ボランティアとして個人で参加されたと認識していますと話し、 SNS 戦略についてはあくまで斉藤と斉藤の事務所が主体的にやっていたと強調。 PR 会社の事務所には9月末に訪問し、 SNS などについて意見を伺ったと明らかにしましたが、依頼したのはあくまでポスターの制作として、公職選挙法に反することはないと重ねて疑惑を否定しました。その上で、この件については私の代理人の弁護士が対応していますとして、代理人が対応するとしていますというニュースです、うんうん、これ結構話題になってるね、うん、そうですね、僕はあんまりよくこのニュースを追っかけてないんですけど、うん、どうもこの PR 会社の社長ですか、これ女性らしいですね、はい、でこれがなんか急に、あれ全部わしがやったやー言うて、あれ全部わしのおかげでーって急に言い出して、注目を浴びて、うん、じゃあ、ちょっと待って、それやったら公職選挙違反ちゃうのみたいな、
まあ、そういうところに今広がってて、うん、で今斉藤知事の方がその火消しに今結構躍起になってるという、まあ、そういう状況ですよね。そうですね、うん、でまあ、もしこの70万円の内訳もちょっと見ましたけど、うん、この70万円の内訳見てると全然高くないですよね。いや全然問題ないですね。むしろ安いぐらいじゃないかと思いますけどね。その請求書を払ったお金がですね、本当なら全然セーフですよね、うんうん、ただこれちょっとややこしいのがですね、うん、この女性が、私もこれ案上見てないんですけど、うん、どうもネットの情報によると、この、まあ、写真も見たんですが、この女性が斉藤さんの外旋車に乗ってるんですよね。はいはい、そうですね。でこれが、ね、ちょっとだけややこしいかなと思うんですが、うん、その、ボランティアとして個人で参加されたと認識していますとあるんですが、うんうん、個人で参加してね、勝手に外旋車の下から撮ってるとかになったら、まあ、個人で勝手に参加ですね。そうですね。まあ、僕らでも、よく外旋車 YouTuber の方が勝手に流してくれるというのはもう、うん、勝手にやってますよね。ところが、うんうん、その僕ら YouTuber の勝手にやってる人は僕ら外旋車には乗せませんよね。うん、乗せませんね。だから外旋車に乗ってるということは、これ勝手に乗ってきたら、ちょっと待ってください、降りてくださいってなりますから、うん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 、それを乗せてたというのは認めてたということになるんで、これがちょっと若干ちょっとややこしいかなと思いますけど、そうですね。そこなんですね、問題は。なんかね、ようわからんって書いてる方がいらっしゃって、うん、例えばね、うん、ポスターの制作を依頼した、ビラの制作を依頼した、うんうん、あるいはその SNS に関しても、うん、SNS がいけないわけじゃなくって、うん、例えば SNS でこれこれこういうことを発信してくださいというふうに明確にね、うんうんうん、切り分けられてその業務を委託している分には問題ないんですよ。なるほど、うん、なんかこの人が全体をやったようにするのはこれはダメですよということなんですけれども、なるほどね、はい、でもうん、それすらも、うん、もしこの人がボランティアで無償でやってたら問題じゃないんですよ、うんうんうん、という話なんですよね、うんうん、でそこで百田さんがおっしゃるように、でも外旋車の上に乗ってて無償ボランティアって普通はあんまないよねと、うん、いう話なんですね。そうなんですね。例えばその配信するって言ったって、配信する人はいくらでも、特に斉藤さんの場合ね、途中からすごく人気ありましたから、うん、すごいいろんな人が配信する。ところがその人だけがなんか上に乗っかってこうやってやってるとすると、うん、これはもう関係者だっていうふうに見られちゃうからね。外資者に乗ったらやっぱ関係者、関係者ですね、うん、まあ、あとね、これはね、やっぱこの女性があまりにも迂闊なんですよ。要はその、まあ、旗から見てるともう異常な承認欲求とかじゃ、まあ、という女性に見えますけどね、うん、キラキラ女子という人らしいですけどね、うん、まあ、いわゆるね、うん、なんかその普段から、うん、その何ですか、自分のブランド物のバッグをね、こう見せびらかしたりとかね、うん、まあ、そういう投稿をよくしてるようなんだけれども、あの YouTuber でも毎日ブランド服を着てる人いますよね。はい、はい、なんかね、毎日もう全部毎日ブランド違うブランドとか控えやって清水さんが笑って、まあ、ああいう人はちょっと承認欲求がちょっと相当すごいんでしょうね。はい、いや、ね、それをね、うん、それと対照させるせいか対照してか知りませんけど、有本しょっちゅう同じ服着てるとかって言われて、いや、そうですよ、それは、ね、しょっちゅう同じ服だってそら年間これ500回やってますよ、あの朝8ね、な、毎日同じ服着てたら500着服いりますからね。でも実際にすいませんねって感じなんですけど、はい、同じ服着てて申し訳ないですねって。500着も持ってませんからね、普通ね。黒柳徹子さんがね、徹子の部屋で一着として同じ服着たことがないらしいですけど、タレントさんはね、コーディネーターついてますから、うん、それとスタイリストがついてますから、毎回それスタイリストなんか服用意してくれるんですよ。まあまあ、もちろん自前の人もいますけどね。ところが、まあ、僕ら別にスタイリストついてないし、毎回そのいろんな人が服を持ってきてくるわけないですからね。まあ、僕はだからほとんど同じ服ですわ。でね、まあ、ちょっとさ、話したら言ったら、戻します。私ね、でもね、そう、ちょっとごめんなさいね、有本は時々ブランド物を着てるけれども、でもそれ何回も着てるの見たことあるぞって、すいませんね、うん、本当何回も着ててって感じなんですけど。でね、まあ、それを置いといて、うん、まあ、そういういわゆるキラキラ女子のね、うん、方が、うん、とにかく私がもういかに仕切ったかっていうのを、まあ、いわゆるノートってやつですね、うんうん、これに書いて大炎上ですよ、公選法違反じゃないかと。でね、確かに公職選挙法ではそれはダメですよってことを皆さんおっしゃってるんですけど、うん、
私一応まあ広報をやっている人間としてですね、うん、言わせていただくと、うん、広報の仕事ってね、うん、例えば企業とかからまあ受けるじゃないですか、うん、でその場合でもまあ大きな企業だと、まあ、このキャンペーンとかこのプロジェクトのここをやってくださいみたいな話になるんだけれども、うん、その場合でも企業側とのそのなんていうかな了解がなく、うん、これ私がやりましたっていうのは基本的には言っちゃいけないことなんですよ。当たり前ですよね、うん、だからねこれ斉藤さん側がこの人が仕掛けただのやっただのっていうことをこんな公表するなんてことを斉藤さん側が了承してるわけがないんですね、うんうん、なんでそんなことやっちゃったのと、つまりだから公職選挙法とか選挙絡みだからいけないとかいう以前の問題として、うん、広報とか PR を受けようっていうのはもう完全な黒子の仕事なんですよ、うんうん、だから例えばどういう、まあ、民間企業の、ね、キャンペーン一つであってもあのキャンペーン私がやりましたっていうのはそれをねちょっと自分から言うっていうのは普通あんまりない話、お作法に反してますよ、うん、だから、まあ、さっき私言いましたように、まあ、異常な自己承認欲求の現れと見えますよね、でしょうかね、うん、でねこれちょっとややこしいもんね、僕一回聞いたんですが、うん、僕公職的業あんまりよく知らないんですよ、うん、いろいろ多岐にわたっててね、うん、もうほとんどがグレーゾーンなんで公職的業って、ね、そうですね、それはそう、これ斉藤さんが公職選挙に引っかかるとなればどういうケースが引っかかりますか。ちょっと待ってくださいね、うん、これねだからテレビなんかでもねすごくごちゃごちゃに言っちゃってるんですけど、はい、ちょっとお待ちください。例えばね、広報全般を任されたとなると SNS に投稿して公職選挙違反ではないかと指摘が出てると、うん、つまりねこれ広報を任したらこれギャラ払広報にギャラ払ったらこれ公職選挙なんですか。ちょっと待ってください、ね、ごちゃうと思うんですけどね、うん、はい、うん、調べてます。もうちょっといやそうじゃなくてね、うん、まあどの罰則にどういうふうに、うん、抵触するかってことを実はねメディアなんかでもねきちんとこう説明してないんですよね。だってね公職選挙ってね、うん、本当にね曖昧もうほとんどがグレーなんですよ、うんうんうん、はい、はっきり黒ってありますよ、うん、はっきり白ありますけど、うん、はっきり黒とはっきり白その間がね、はい、いいですほとんどがグレーなんですよ、はい、SNS の運用を含む選挙運動、うん、まあ、全体のね、うん、企画立案を主体的に行う企業、まあ、これに報酬を払った場合は公職選挙法が禁ずる買収に当たる可能性がある。可能性でしょこれも、だからこれもグレーなんですよ、実は、はい、公職選挙の当たるとは書いてないでしょ、うん、可能性があるだからねもうだから結局グレーなんですよ。だからこの主体的な企画立案、まあ、こういうものがね、うん、あったかどうかでそれに対して報酬が発生してるかどうか。いやしかもねこの、うん、もういいですか、はい、主体的っていうのはこれまたややこしいです、はい、つまりね、こういう風にしてくれへんかと言うた場合は、うんうん、これ主体性じゃないんですよね、うんうん、もう全部任せますわ言うて、うん、やった場合は、その PR 会社が主体性になります、はい、でもこういうイメージでお願いしますって言うた場合は、うん、これ PR 会社は主体性になってないでしょ。だから、うん、だからこれの主体性というこの定義もものすごいグレーなんですよ。だからね、うん、例えばそのポスターをこんなイメージでとか言うのは、うん、これは別に、まあどっちもありですよね、うん、でそうじゃなくて広報戦略全体を主体的に、うん、まあ、この女性の、ね、言い方っていうのは多分相当に誤解を招いたと思う。で今なんかノートの内容とかも修正されてるらしいんですけど、うん、当初書いてたのはね私が全部仕切りましたよと私が一人で全部やりましたよみたいな話になってくると、うん、ちょっと待ってと、うん、斉藤陣営どこ行ったんやと、うん、こういう話になって、うん、しかもそれに報酬がくっついてたんですか、うん、だとするとこれはまずいですねっていう話なんですよね、うんうん、だからねこれねちょっとだけちょっとだけ、うん、これはあくまで可能性で言ってます、うんうん、可能性ですよ、うん、あくまで可能性、うんうん、まあ、いちいち言わんとまた炎上するんでね、うん、これね70万円払ったとこうなってますよね、はいはい、でその明細も見ました、うん、まあ、ポスターとかいろいろありましたけど、そこにはね広報全体みたいなことは書いてなかったと思う。書いてない書いてない、うん、でつまりねもしかしたらあんまややこしいと言うねんと本当は広報全体でお金払ったかもしれないけどまあその辺はちょっとなしにしてよという話をつけたかもしれない可能性があります、まあ、だからブレイクダウンってね、うん、内訳ですよね、うん、内訳を今見ればちゃんと別にだからポスターとかチラシと、うん、チラシちょっと忘れましたけどなんかあって、うん、それぞれの制作費として、うん、
全部項目があって、うん、結果として70万円に合計になりましたよっていう、うん、この内容には全く問題ないんですよ。ところは、ね、何度も言うようですけど、うん、全体として広報戦略をこの人に依頼してお金が発生したらこれは買収に当たる可能性があると言ってるわけなんですね、うん、ところがね、うん、私がなんで今こんなことわざわざ変なこと言うたか言うとね、うん、あのこの時に70万円払いましたとこう明細出しましたね、うんうん、でこの時にね、うん確か斉藤さん側はね、うん、請求書をまた後で見せますって言ったんですよ。ああそうなのね、うん、ああなるほど、それはちょっとそう、なんでその時請求書パンって出したらよかったのに、それはちょっと誤解招くわね。請求書後で見せますって言うから、これもしかしたら請求書をちょっともう一回請求書もう一回書き直して出してって言ってるのかなというふうに邪推はされますよね、うん、まあそうですね、うん、あとねこれね、まあ、一連のね、そのどっちがどうだって話もありますけど、私ちょっとびっくりしたのはね、この斉藤知事に対してね、メディアがまあ一応囲みで迫ってるんですけど、うん、態度悪いね。あ、そうなの？あれなんですかね、兵庫県庁に詰めてるメディアなんですかね。おうおう、斉藤知事版なんでしょうね。おう、なんでこの人たちこんな態度悪いのと。おもうものすごい恫喝的に、あんたねみたいな、こんな感じですよ。あんたね、なんとかしたでしょ、どうなんですか、え、なんなのその、そこまでのその口調、一体何の権限があってあんたたちそんなこと言ってんですかっていう。今時多分ね、捜査当局の人でも最初にあんな口の利き方しないと思いますよ。だからね、これ、まあ、メディア全体にそういう傾向があるけど、さすがに最近東京のメディアではそこまで態度悪いの見ないと思うんだけど、それどこの局でしょうね、どこの新聞社でしょうね、ちょっと分かりませんでしたけどね、うん、とにかくその斉藤知事を囲んでるんですから、うん、兵庫県庁に詰めてるメディアですよね、うん、いやひどいわ、でね、今回ね一連のこのまあ斉藤知事の当選、うん、あるいは名古屋の市長選もそうなんですけど、うん、メディアがね、うん、随分その SNS なんだね、例えば斉藤広沢の勝因は SNS なんだって言ってるんですね、うん、もちろん SNS が功を奏さなかったと言うつもりはないですよ、うん、SNS がだいぶねやっぱりこう風を作ったっていうところはあるけれど、うん、それよりもですね、むしろなんていうかメディアがねいい加減なことばっかり言ってたでしょうということを反省してくださいっていう話なんですよ。まあ、ちょっとこれ話題になったのが宮根、うん、フリーアナウンサーの宮根がね、うん、メディアの敗北やみたいなこと言いましたよね、はいはい、うん、だから結局斉藤知事選、表現知事選もですね、うん、メディアが誘導しようとしたところあるんですよ、うんうん、まず、メディアが斉藤さんを、まあ、引きずり下ろしたと、うん、で当然メディアが引きずり斉藤さん引きずり下ろしたから当然新しい知事選もですね、うん、メディアは斉藤さんを応援しませんよ、はいはい、でところがこれがメディアが自分たちの思うような選挙戦略、まあ、になら選挙結果にならなかったということで、でメディアはやっぱりクソなんでわしらの力を及ばなかったら、SNS に負けたんかみたいな、まあ、そういう思いがあってメディアの敗北と宮根が言うたと思うんですけどね、うんうん、で今回の名古屋市長選もそうですね、結局そのまあ、名古屋のメディアはですね、うん、まあ、だって反河村ですわ。でこの反河村もやっぱり名古屋のメディアは通じなかったんですよね、うんうん、やっぱこれはねやっぱ SNS 大きいですよ、大きいですよ、うん、だからもちろん SNS をうまく活用するってことは大事なことに今やなってるんです、うん、なってるんですけど SNS で、うん、してやられたみたいに言ってるのはこれは大きな間違いでね、うん、もちろん SNS 活用するのは大事なことなんですけれど、うん、で例えば大塚さんなんかも SNS でデマが拡散されたって言ってるんですけど、それも違うんですね。で要はね SNS っていうのは手段に過ぎないんです。 SNS はどん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 確かに影響力を大きくしてますけど、で我々なんかもうとにかく SNS でいろんなことを発信してる人間ですけどね、それでも SNS というのは手段に過ぎない。メディア出られませんからね、うん、手段に過ぎないし、はい、これはすごく諸刃の剣的なところあるわけですよ、うん、だけどだから SNS さえやればじゃあ勝てるのかってそういう問題じゃないんですね。名古屋市長選に関して言うならば広沢さんは主張が明確だったのに対して大塚さんは全く主張が分からなかったということが問題で、それでこの、兵庫県の知事選に関して言うならば、うん、メディアが不確かなことを斉藤さんに関して言い過ぎましたよね、証拠もないのに斉藤さんがねもう本当にパワハラがひどかったみたいなことを毎日毎日毎日あそこまでやってね、うん、
でそれ一体どんな証拠に基づいてるんですかって言ったらほとんどないみたいな話じゃないですか、うん、だからそれに対してみんな気がついたんですよね。いやだからね、うん、有本さん、はい、まあお言葉を返すようですが、はい、それに気がついたっていうのは、うん、SNS がなかったら気がつかなかった。まあまあそれは SNS なかったら気がつかなかった。だから SNS っていうのは大きいんですよ、うん、そうですね。ほんでね、うん、SNS がどのぐらい大きいかというのはね、うん、これはあの兵庫県知事選もそれから名古屋市長選もそうですけど、うんうん、これあの年代別の投票